はいどうもゴーヤンです。今回ですねこちらのハガレンコラボ追加の超究極のお父様やっていきたいと思います。今回ですね、ダウト方式ですねカウントブーストウォール、こちらが発生していて黄色赤と2色あるんですけど、まあ触れるたびに攻撃力がどんどん上がっていくという壁なんですけども、触れるたびに上がっていくし、触れないとほぼダメージが敵に入らないと、さらに弱点も通らなければならない。そして重力ダメをブロックと3つのギミック全て対応してるキャラの方がいいと思います。まあブロックがね結構やらしい位置にあったりするステージもあるんで、まあ全部あった方がいいですね。でバトルはねサクッと抜けましたけど、あんな感じの打ち方でいいかなと思います。でプヨに関してはまあなんとかね直でも削れないことないんですけど、基本的にどっかしらに1フレしてれば削れるんで、1フレプヨ、そっから加速壁に触れて弱点削って反射にも倒すというルートで、レーザーバリア同士、重力バリア同士のキャラクターが相互蘇生なので、それを同時に倒していく感じですね。まあ上下はね基本的に勝手に触れてくれるので、なるべく左右両方とも触って加速床に触れて上下触れて、まあ最大8フレ攻撃アップのところを、まあできれば6フレ、まあ最悪でも5フレできればまあまあいいのかなというところですね。4フレで行こうと思ったらプヨが処理できなかったりするんで、まあ最低5フレできれば6フレ、まあパーティーがね今回ゴリゴリのパーティーなんで、まあエドとかやったらね今みたいに5フレでも全然余裕なんですけど、コタロウやとまあちょっときつい場面も出てくると思うので、まあできるだけ6フレ狙った方がいいですけど、まあ5フレして削っといて次に倒すとかいう方式でも全然いいと思いますね。で、バトル2から早速ね中ボスのお父様が出てくるんですけども、弱点が3箇所移動するので、まあそれに合わせて触れつつ、カウントブーストに触れつつ加速床にも触れていくんですけど、まあむずい、これがむずい。で弾、この弾がねこれもまあ1フレしてね弱点触れれば十分攻撃は防げるんですけど、この攻撃をちゃんと防いでいかないと、これが敵の攻撃ターンの短縮になってるので、これをね食らってしまうと、食らうというかまああの発動させてしまうと一気に絶望的になるので、最優先は基本的には弾なんですけど、弾の処理に気を取られすぎるとボスの即死ターンまでもあんまり余裕がないのでやられてしまうというところで、まあコタロウでね基本的には弾を攻撃できないようにしておいて江戸で攻めるという感じがいいかなと思います。でバトル3ですね、個人的にここはね割と箸休めステージかなと思ってるんですけども、コタロウはね、重力とブロックがゲージなので、ゲージ外しちゃうとほぼ動けないので、ゲージ決めていって削っていく感じ、できるだけ触れて削っていく感じで、エドはゲージ外しても重力ダメを両方残るで、ブロックだけ外れるので、あ、まあまあダッシュも外れるんですけど、まあブロックが外れるので今みたいな感じで、まあ3フレで全然十分なので、しっかりと横1回でもいいから触れてからブロック外した状態で入っていくと余裕で削れると。まあ普通に何もせずに2フレとかでもいけそうですけど、まあまあやっぱ3フレしといた方が無難ですかね。で、ブロックちょっと外して狙うのむずいなっていうとこは、普通に狙っても3フレ4フレしてれば全然余裕で、ブロック発動しててもアンチブロック発動しててもエドやったら削り切れます。でコタロウはゲージを決めていく。でちょっと狙いすぎて完全にミスしましたけど、まあここもね弾に注意ですね。弾が短縮発動してしまうと一気に即死近づいてしまうので、まあ弾を意識しながらエドのターンは絶対にミスらないと。でコタロウは全然削りでいいので、まあ少しでも削っていくと。でここからボス戦ですね。やっぱねボス戦から明らかに難易度上がっていくんで、しっかりルートを取っていかないといけないんですけども、これね届いてるような気もするんですけど、まあまあちょっとスピードが足りないと。
ルートは良かったんですけどね。で、エドのターンはしっかりと弱点を削っていく。で、弾は必ず発動させないように気をつける。で、小太郎のターンはね、ほんま、弾を絶対に1個でもいいんで、触れておく。でないと、やっぱね、弾、合計3つあるんで、それを全部触れながらボスってなると、ルートめちゃめちゃ難しいんで、まあ、基本的には、弾は小太郎で処理するようにするというのはボス戦も変わらないですね。で、まあほんまはね、できるだけいっぱい触れれるルートを狙うのがいいんですけど、まあターン数に余裕があったり、エドで削り切れるなーっていう状況が作れたら無理する必要はないですね。ミスって弱点に攻撃入らないと、マジで全然削れないんで、ちゃんと突破するのが優先。ここでリアルラック発動。今ね、スポットは四方なんで、クリティカルも発動しやすくなってないし、木のスポットでもないので、単純に、自力でゴリゴリ状態のパーティーって感じですね。で、この小太郎ね、めちゃくちゃ迷った結果、あ、ゲージ、ブロック、忘れた、やってもたってなったんですけど、まあまあ、まだ焦るところじゃないというところで、江戸でしっかりと処理していくと。まあちょっと角度つけすぎて危なかったですけど、まあまあ、とりあえず1処理ですね。で、ここもですね、重力バリア同士とレザーバリー同士がセットなんですけど、この小太郎で倒しきれると思ったんですけど、速度が足りず削りきれず、ただ、回復はしないので削ってたらあとはまあまあしっかりと倒していけるかなっていうところで、この江戸で確実に行きたかったんですけど、ここも角度つけすぎてちょっと危なかったんですよね。これミスったらちょっとほんまにやばかったんで、まあなんとかね削り切れてよかったかなというところで、弾が2ターンというか最初は1ターンなんで、ここほんまに要注意ですね。弾を必ず触れないとやばい。で、これなんですけど、え、なんで？え、どういうこと？え、え、壁、え、あ、なんで加速？え？ってなったんですけど、まあ、なんか、ようわからんバグが起きたんかな。別に速度がついてたわけでもないし、謎なんですけど。で、ここのエドが絶対にミスれなかった、めっちゃ調光をしたのに、結局ミスると。ただ、弱点前に止まったんで、ラッキーと思ったら、まあ、暴れ回るんで、あんまり関係なかったですね。で、思ったより削れたんですが、ピンチには変わりなく、守護獣も溜まってないので、この小太郎で必ず弾の処理をしながら、お父様にもと思ったら、弾の処理ミスったせいで、もうこの江戸を撃たざるを得なくなってしまって、ただ、撃って縦貫とかやと普通に削り切れてしまうし、かといって撃たなかった縦貫だと多分削り切れないんで、もうしょうがない、撃つしかないと思って、とりあえず打って、ここでまたリアルラック発動で弱点に対してね、クリティカルが入ったんで、まあちょっとね、リアルラック運ゲーを発動してしまったんですけど、その結果ね、え、もう勝ち確やんってなって、で、あとは冷静に弾処理、雑魚処理、この2点を通常通り行っていくと。で、弾は初手でちゃんと削れたので、雑魚を確実に1体処理する。まあ、ここ狙いやすかったか下でもよかったんですけどね。まあでももう結構余裕なんで、まあどうやっても勝てるかなっていうところで、下手にゲージだけ見せないようにして、小太郎で削りに行く。削りきれない。まあだからね、ここはね、さっきから散々自分で言ってた、弾をね、小太郎で行くべきやったなと、思ってます。今となっては。ただまあ、ここで普通に削れて、また謎にクリティカルが発動して、お、これはもしかして、このミリ残し、小太郎の SS でいけるんちゃうってちょっと思って、おしゃれフィニッシュしたくて、小太郎の SS を、まあ、ここで、全く打つ必要ないけど、打っていって、
まあ、弱点がね、右上に来てくれたら超ラッキーやったんですけど、これね、削りきれないんですよね。あのミリ残しでヒットポイント多分1000万ぐらいあるんですよ。どんなヒットポイントやねんって話なんですけど。で、ここでまあもう何しても勝てるんで、まあちょっと迷いましたけど、まあ普通にクリアしますよね。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。少しでもね、参考になる部分があればね、良かったかなと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録、良ければよろしくお願いいたします。それでは。